上野動物園の移動動物園。ゾウのインギラ。昭和25年頃、移動動物園は動物園の運営形態の一つ。利用者が足を運ぶ従来の動物園とは異なり、移動動物園は顧客の依頼を受け、所有する動物を依頼を受けた施設に直接移送して展示する。主に幼稚園、保育所、小学校のような教育機関、公共施設や、 地方自治体などが主な顧客対象となる。移動動物園で展示される動物は鶏、うさぎのような小動物やヤギ、羊、馬のような家畜など身近な動物が多い。中にはラクダやキリンなどといった大型動物や希少動物を所有する移動動物園もある。依頼を受けた移動動物園はバスやトラックなどで動物を輸送し、 施設の広場や校庭に柵を設けて、その中に動物を放し飼いにする。触れ合えない動物は檻に入れて展示する。多くの移動動物園は利用者が動物たちに直接触れたり餌を与えたりすることができるコーナーを設けており、メイン企画としている。馬やロバ、ポニーなどの乗馬コーナーを設けている移動動物園もある。移動動物園は従来の動物園が 別業務として行う場合もあれば、専用の業者が行う場合もある。カバヤ食品の移動動物園人気があったカバコ、岡山の菓子メーカーである、カバヤ食品は1953年に、推定年齢1歳のカバ、カバコをドイツから輸入、移動動物園として8年間にわたって、全国を巡った。専用に改造したトラックで、課題はパイプで内部が見えるようになっており、 駐車中であればそのままカバを観察できる構造になっていた。内部には飼育に必要なプールやシャワーも備えており、運転席からシャワーの操作ができるようになっていた。なお、カバコは大きくなりすぎてトラックに乗せられなくなったため、1955年に福岡県北九州市の伊東津遊園に寄贈された。その後、デカと名前を変え、 石川県金沢市の金沢動物園にて子を生み、後に石川動物園で寄生を送る。2010年8月5日へ民。推定年齢58歳は、人間で言えば100歳を超える大王上に当たる。フランスのカバ協会によると、世界で2番目に長寿のカバである。ありがとうございます。